皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。あなたの心をわしづかみ。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。10月19日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点でダムの水位は165メートル13、おとといと比べると80センチほどの上げ、先日まで低下傾向にありましたが、ここのところ上昇が続いています。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒1万700立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒1万1200立方メートルでした。差分については毎秒500立方メートル。今月17日と比べ、上流の寸丹観測所はプラスの600で、三峡ダムもプラスの800です。しばらく低水準が続いていましたが、ここのところ若干増水傾向にあるようです。一方、今朝8時の放流量は毎秒7100立方メートル。計算上は 23% 程度の発電状況で、7基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。2日前と比べると少しだけ絞っています。中国湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量は今月初旬から横一直線となっており、半月以上変動していない状況で、まさに回転休業状態。緑のラインの流入量は最近少し上げているため、ダムから出す量よりも入ってくる量が上回り、水位の方はじわじわと上昇しています。去年の今日は 174.51m ですから、今年はまだ 10m 近く低いということで、異常な状況が続いています。西安チャンネル。久しぶりに衛星の最新画像で現地の様子を見ることができましたので、ご紹介したいと思います。こちらは10月16日のセンチネルの画像です。もう少し寄ってみるとこのような感じになります。比較するために9月1日の画像と見比べてみます。当時の水位は152メートルですから、今朝の水位と10メートルくらいの差があります。ですから左上の半島の部分の大きさがかなり違うことがわかります。この半島は公園が整備されており、多くの人が利用していると、あちらの官製メディアが報じています。また、ダム本体近くにある、モヒカン島の取り付け道路が今は沈んでおり、あちらの発表している水位との整合性は取れているように見えます。ダムのすぐ下流側の部分を見ると、発電所から放流される水の泡がかなり弱まっていることがわかります。9月の放流量は毎秒1万立方メートル以上あり、現在は7000ほどですから、こちらもデータとの辻褄は合っていそうです。崩壊するすると言って、毎年夏になると話題になるわけですが、これを見る限り、三峡ダムはまだあるようです。ちなみに、今年の7月、三峡ダムの上流側の斜面で発生した地滑りについて、このチャンネルでも取り上げたので、覚えておられる方もいらっしゃるかと。山の斜面がごっそり滑り落ちる様子はなかなか衝撃的なものでした。その場所の衛星写真について、事前、事後、そして現在の様子がこちらとなります。若干草が生えているようにも見えますが、復旧工事をしても採算が取れないので、ほったらかしといったところでしょうか。経済が停滞しているので、それどころじゃないんでしょうね。ウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後3時までの様子。ダム周辺で怪しい影が見えるものの、上流では雨雲が見られません。一方で、北京周辺や東北部では、そこそこ降っているかもしれません。次に、今後の予想を見てみましょう。ダム周辺とその上流で雨雲が見られるため、まとまった雨になるかもしれません。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が19度、最低気温が12度で小雨の予報です。最低気温が12度ですから、かなり気温が下がっているようですね。まだ少し先の話ですが、今月末には、こんなのが出てくるウィンディの予測となっています。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。
中国7月から9月の GDP 伸び率、去年同期比プラス 4.6%、景気減速傾向か、NHK ニュースウェブが伝えています。記事によると、中国の今年7月から先月までの GDP、国内総生産の伸び率は、去年の同じ時期と比べて実質でプラス 4.6% となったそうです。伸び率は、前の3ヶ月のプラス 4.7% から縮小し、景気の減速傾向が示された形です。輸出の拡大が続く一方、不動産不況の長期化や厳しい雇用情勢を背景に内需が停滞し、個人消費が伸び悩んでいることなどが主な要因で、景気の減速傾向が示された形となりました。好調な輸出についても、欧米が中国製の EV、電気自動車などに対して関税を引き上げる動きが出る中、先行きには不透明感も広がっています。以上、中国7月から9月の GDP 伸び率、去年同期比プラス 4.6%、景気減速傾向か、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。NHK の記事では、景気減速傾向かと疑問符がついた形となっていますが、どう見ても、あちらの経済が後退していることは明らか。輸出の拡大が続く中、という文言もあるものの、前回の動画でもお伝えした通り、拡大なんかしていません。ご覧の通り、9月は前年同月比と比べて、かなり少なめの数値。基本的にという前提条件で、貿易統計データは嘘をつきません。市場予想はもっと高かったことですし、きっつい状況であることははっきりしています。そもそも中国政府の年間目標は 5% 前後とあやふやなフレーズになっており、明確に 5% とは宣言していません。多分 5% は切るだろうと自分たちもわかっているので、前後をつけてごまかすという浅はかな考え。直近で中国政府はいろいろ政策を発表して株価を釣り上げたようですが、所詮は長続きしません。理由は簡単で、景気悪化の根本原因が何も変わっていないからです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までのレーダーの実績。大陸から連なる雲のせいか、日本列島に雨雲が広がっています。ニュースを見ていると、今日は全国的に降水確率が高く、90% から 100% になっている地域が多いようです。何かと注目されているチベットで、中国は大規模な水力発電建設を計画しているというのをご存知でしょうか。チベット自治区を流れるヤルンチャンポ川で巨大な水力発電設備を作ろうとしています。この川はインドとバングラディッシュの重要な水資源となっており、灌漑用としても活用されているようです。その川にあの三峡ダムを超える規模の構造物を作ろうと検討されており、そのダムの名前はメトクダム。水力発電の規模は計画段階で6000万キロワットですから、三峡ダムの3倍弱。位置関係を確認しておきます。ヤルンチャンポ川はネパールの北側を流れて東に進み、国境を越えるとブラマプトラ川に名称を変えます。そしてガンジス川と合流し、ベンガル湾に抜けます。ちなみに4年前から発生しているインドと中国の国境紛争の場所は赤丸点線のあたりになるようです。また、計画の中では、せき止めたヤルンチャンポ川の水を分水して、黄河に流すというヤバい構想も含まれており、もし建設されたとしたら、下流の国は、干上がります。ただ、ネパールよりも北に位置する地域のため、建設現場での資材と労働力を確保するには、かなりのコストがかかるはず。2021年の全人代で、計画が正式に発表されていることから、最終的には建設されるでしょう。川の上流で蛇口を閉める意図があるのか、今後に注目したいところです。三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にもわかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなぁと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。